この外資脚部が長いとガスポケットの容量が大きくなり、火炎にさらされる部分の表面積が増えます。ミニメカニック TV。 遅いな。もう何回遅刻すれば気が済むのかしら。あ、プロデューサーからメッセージだ。申し訳ない。今日こそ絶対に遅れないように、いつもより1時間も早く出発して、さらに万全を期してわざわざタクシーに乗ったのに、今首都高速の渋滞に巻き込まれて身動きが取れない状況にある。普通に時間が読める電車で来ればいいのにね。まあ夕方くらいの時間だと首都高速は混みやすいしね。特に中央環状線ね。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは整備士資格試験の暗記ポイント、低熱化型スパークプラグ。そもそもスパークプラグとはどこに使われている部品かというと、エンジンシリンダー内にあるこれです。エンジンはシリンダー内で燃料と空気を混ぜ合わせ、このスパークプラグで点火して爆発の力でピストンを押し下げ、クランクシャフトで回転運動に変えています。つまりスパークプラグはエンジン内で爆発を生むきっかけみたいなものですね。少し拡大して見てみましょう。今回説明するスパークプラグは低熱化型ですね。まずは外見的な特徴を見てみましょう。この外資脚部が長いです。この外資脚部が長いとガスポケットの容量が大きくなり、火炎にさらされる部分の表面積が増えます。そんなことからホットタイプ、焼け型と言われています。そもそもなぜ火炎にさらされる部分を増やしているのでしょうか。いろいろ理由はあるのですが、一番は低い温度で自己清浄を狙うという意味があります。そもそも燃焼室は燃えかすが付着しやすい環境なんです。この付着する燃えかすがスパークプラグの電極部に積もったら発生させる火花を小さくします。そこでスパークプラグ自体の温度を上げて燃えかすを焼き切り、自己清浄を行っています。つまり低い温度域のエンジンだとスパークプラグが十分に熱されない可能性があります。なので低い温度でも熱されやすいようにスパークプラグに工夫が施されています。あと特徴としてよく高熱化型と間違えられます。なので覚え方は低と熱化の間に方の字を入れて低放熱だから、熱がこもり熱くなりやすい方と覚えるのがいいです。まとめます。ポイントは外資脚部が長い、電極部の熱が上がりやすい、ホットタイプ、焼け型の4つですね。これが暗記ポイント、低ネック型スパークプラグね。覚えました。みんなも低ネック型スパークプラグは覚えられましたか？もしわからないとか、もっと詳しく知りたいとかあればコメント欄でコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてね。ミニメカニック TV、 かりんでした。またね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。